富山県立南都福の高等学校は、富山県南都市内島に所在する県立高等学校。公立男女とも学校で普通科、国際科、農業環境科、福祉科を設置している。通称は福田科。旧校舎の岩尾清閣は国の重要文化財に指定されている。三本のペン先は、文化を意味して、ひたむきに真理を探求する学徒の使命を念じこの、 ペン先を結ぶ山形は、郷土の八乙女山と霊宝立山をかたどって、毅然たる不動の精神と出実合見の気風を象徴したものである。学びや板亀屋を通常、始業は8時40分、授業時間は46分間。月曜日から金曜日までの平日は7コマの授業を受ける。土曜日には、私学会が行われることがあり、普通科、国際科は、 主要教科の教科、問題演習を、農業環境科、福祉科は、進学や就職に向けた練習をする。いずれも、進路実現もための活動である。部活動は7年終了後に行われる。1年時はいずれかの部活動に所属する必要があり、多くの生徒が生を出している。入学して間もなくに、3日連続で、 朝7時前後から1年生全員と2、3年の指導員が体育館に集まり、校歌、応援歌、エール等の練習を行う。福野高校の伝統的な行事の一つである。練習した校歌応援歌等は、体育大会や部活動応援などで活かされる。毎年6月に行われる。2年生を対象とするものである。普通科は7月に、国内農業環境科は12月に、 海外、福祉課は12月に国内へ向けて研修旅行を行う。毎年9月に行われる。3年に一度開催が2日間になり、副校典という名称になる。1月に行われる。全生徒が柔道、剣道、ダンスのいずれかを選択し、朝早い時間から稽古を行う。農会は全日使って行われ、各学年で優勝を決める。 福野高校の冬の風物詩である。二階建て、部活動の合宿などに使われる。多くの本が所蔵されており、学習スペースもある。創立100周年を記念して1994年に建てられた。二階には、同窓会事務所がある。学年集会や講演会などに使われる。一階は、食堂、二階は吹奏楽部の部室として利用されている。 2020年改修工事竣工、柔道場と剣道場が一面ずつある。横はトレーニング室として利用されている。2021年新設、食品加工実習室、入浴実習室、ライフル射撃場がある。学校から離れた南都市火事にある。1939年に開拓が始まり、かつての農業土木家、畜産家が専門的な実習を行った。 牛も飼われていた。現在は農業環境課が農場として利用している。ライフル射撃部2017年度第64回全国 NHK 杯放送コンテストにて創作ラジオドラマ部門で全国優勝を果たしている。ありがとうございます。